どうぞ。かな、遅れるんだったらね10時までやりたいもん。うん、あ無理だねこれは。あらららら、なるほど無理だなんかあれだ、携帯で先やっとかなきゃいけないっぽい。あら残念、また今度だな。ああ今日は50ぐらいまでやります。帰ってきたばっかやでさ、今日帽子かぶっとったからさ、前髪ぺしゃんこ。この辺なんか癖ついちゃったし、早くお風呂入りたい。そう、お風呂本当は先入りたかったけど時間なかったから。ちょうどメール返事したとこ OK、 ありがとう。そうだメール送った送った。やっほーいえいえ、フラッシュ本日手元に届きました。おお届いた、よかった。それはどうですか、見ましたか高橋さん似合ってた、似合ってた、人すごい多かった、びっくりした。屋台の数が私人生で一番多かったかも、見た数が。あんなに屋台あるもんだなんでね、あるもんなんだね、びっくりしてさ。でも私は何も買わなかった、今日は特にって感じで。うん、そうなんです。メール送りたいんだけど、あら送れないね、この設定では。残念、つなげようか今度。こんばんは、こんばんは。岐阜で大きなお祭りは長良川のお祭りかな、すごい大きい、保育園の時に行ったことがある。雨はひどくならなかったみたいね。そう、今日雨ちょっと小雨だったけど、降ってたけどそんなにひどくなかった。そう、広島は大丈夫そうだったよこんばんは。フラワーフェスティバルはもっともっとすごいでしょ。フラワーフェスティバル来週だっけ、またあるよね、お祭り。行きたい、行きたいね。誘おう誰か誰か誘おう、分かんない、いらっしゃいてるかな。待ってた、待っていたよ、今日も可愛いです、ありがとう。あすごい、今日も小学生の娘さんかな、ありがとう昨日ね、私ユニャン可愛いからユニャンみたいになりたいみたいな、ユイナちゃんかなって言ってくれたの嬉しかった今日も来てくれてありがとう。小学何年生なんだろうね。あーぜひ4期生5期生として待ってます。お疲れ様です、こんばんは、こんばんは、チラって、こんばんは。そうだね、フラワーフェスティバル ST48 も出ますねST48 先輩方見に行こうかな見に行きたい普通に。へえそうなんだ、そっか、すごい優勝されたもんね池田さん。わすごい、あすごい、放送される日私の誕生日の次の日だ。お腹ぐるぐるしてる、あーぐるぐるしてる、うんうん、あーまたぐるぐるしてる、あーまたしてる待って、ここに、あ、大丈夫かな。ウェーイ、フラワーフェスティバル。ステージに立つ側じゃなくて、見る側として行きたい。行きたい。うんうん。フラワーフェスティバル。こんばんは。郡上踊り、郡上踊り1回ある。1回確かあるよ。こんばんは。こんばんはです。これは未来の4期生も同時に育成するしかね、未来の4期生、5期生楽しみですね。私はいつか多分先輩になるんだろうね、
ね、最低5年はいるって言ってるからさ、絶対ね5年でオーディションないわけないと思うし、楽しみ5年経ったら ST48 も11年だよ。あーすごいね、今の乃木坂さんと同じだ。ヨットンさん、しずくありがとう。たまさん、ハートありがとう。今日も笑顔ありがとう。最前列ユイニャンがいたりしているかもしんない、キョロキョロしとってあるかもしんない。たまさん100個ありがとう。フラワーフェスティバルはファンもたくさんおるよ。そうなの、私もファンなんだけど私もファン側で見に行きたい。4年生、ユイニャンはいつからアイドルになりたかったですか？私はね、アイドルを好きになったのは保育園ぐらいで、でもアイドルを本格的に目指し始めたのは中学校3年生だった。4年生ってことは10歳かな、私の6個下。おお、オーディションっていくつから受けれたっけ、3期生の時12とかだったっけ、調べてみよう。入ってきてほしい可愛がってしまう。ちょっと待って調べてみよう。オーディション3期生って何歳からだっけ。みやぽんがでも受かった時中1だから、ね、私も受かった時は高1だったし、待って調べよう、何歳からが対象年齢なんだろう。知りたい。そっか10歳か、わあ6歳も下、私の弟よりも下だ。わあすごい、見に来てもらえてるんだ、嬉しいな。待ってオーディション、はい、3期生の時応募12とかかな、おそらく違うかな、ちょっと見てみよう。対象年齢、あやっぱ12だ。じゃあ2年後とかならなくもない。だからまあ4期生5期生が入るとしたら待ってるよ待ってる。ようかか、そう、こんばんは、こんばんです、遊びに来たよ、ありがとう。かいかいさん、しずく、ぽはー、ありがとう。ミニアは小学11年生、うわー、二桁になってる。グジョ踊りは徹夜したの、徹夜はしなかった。行ったのが小学生とかだったから、一瞬プラって入っただけ。こんばんは、小4ってユイナと同じですから、私、高2なんだけどな。あれれ、小4の時の私はどんな子だったかな。小4は担任の先生は、あの人か。私小4ってちょうど私がメガネかけてた時期かもしんないメガネ1年ぐらいだけかけてた。こんばんは、ぜひ受けてくださいね、楽しみにしてる。呼んだ。こんばんは。はいかいさん、アジサイありがとう。アジサイ、こんばんは。対象年齢12からか。で、ミューポンは、そっか、ギリギリで受けたもんね、対象年齢。あ、なるほどね。おぉ、なるほど。すごい。4期生とか5期生になってるかもだもんね。うわぁ、やばい。ちょっとなんかちょっとニヤニヤしちゃう。お腹だった。待って、そういえば私ね、あのオーディションのことなんだけど、オーディションで応募するとなんか確認のメールみたいなのが来るわけね。確認っていうか応募できました完了みたいなメール来るわけね。私応募した日何日だっけって思ってみたら、私オーディションさ、書類審査送ったの最終日だったね。やばいね、最終日に受かってさ、今メンバーになっとるんやってさ、やばくない、最終日やったんやって。確かに後半だったの覚えてるけど、何日だっけなって思ったら最終日に送ってたみたい、私書類を。びっくりびっくり。金曜ロードショーリトルマーメイドやってるの、私でもテレビって月に1回もつけない時もありそうそんぐらいテレビ見ないから。4期生ってなれば多分2年はオーディション期間空くと思うし、これ最年少ならベストタイミング説ね、ちょうどいいタイミングよね。うわー待ってる、4期生としてその頃にはもっと綺麗になっとく、待ってるね。こんばんは、トラサボさん、花束ありがとう。小4の時何が流行ってた、何して遊んでましたか。小4の時はあれかな、一輪車とかやってた一輪車とか竹馬とかやってたわ。
うん、明るい。一番低いのが私。マスギュタメントやら行ってきた。お、いいじゃん。もしかして今配信されてる方はマーメイド？マーメイド？わかんない。マーメイド。これはフランクフルトが食べたい。メールなんて読んでないよ。いや、それは読んでるから言えることだ。フランクフルトもあったよ今日。こんばんは、こんばんは。最終日の記事についてたセーフだ。そう、最終日のメールで私は応募しました。危ねえね、やばいね。最後まで迷って迷って、え、あとで私あれだわ、あのオーディション受けた日にちは見たけど時間見てなかったから時間見とくわ。へえ、私ね、最終日だったんだって応募したの。やばやば。でもちなみに私あれだったよ、 SKE さんを受けさせていただいた時、一人規制のね、もう最終日に送ったで最終まで行った最終日によく送って、最後まで迷うからね私。もう送る写真とか内容は決めてても最後まで迷う。そして瀬戸内レモンフラペチーノとやらを飲んだぞ。レモンケーキみたいだっただってレモンケーキだもん美味しいでしょう、フラペチーノ。オーディションしたのもギリギリ。オーディションしたのはね、オーディション募集始まる前とかからしてた。本当に STU チェックしてたからさ、そう、鼻だれで気になり始めてから、だからね、そうギリ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 で応募したんだよ本当に。時間も見とけばよかった。そう、最終日に応募したんだけど、メンバーに慣れてる。余裕持って遅れたら会えなくなるとこだったじゃん。確かにねなんか応募したいっていうか、するとは決めてたけど、そう、送ってなかったね。12月何してたんだろう。私ちょうどテスト期間とか被ってたんかな、かなだっけな、わかんない。でも最終日に、でもちゃんと日にちを覚えてたから遅れた。うっかりで1日遅れないでよかった応募ね。うっかりしてたら私今配信できてないよこんばんは、こんばんは。かわいい、ありがとう。ゆうためは思ったよりも美味しかったぞ。え、何からにした？京都から応援してる。京都から応援してくださってるの、いいですね。京都、私は京都のお近くですが、あれですね、6月も今月だね、今月の終わりの方で大阪にお話し会行きます。直接の京都近くじゃないですか。私京都は修学旅行で行きました。あと去年個人的に観光に行きました風林寺ってとこに行きました。何か今日のことをやったら報告してくるリスナーいるな、もこさんかなマーメイドは人形です。マーメイドは人形、人形、人、人形じゃないよこれなんで私人形って呼んだんだろう。7年前が小4って若い。7年前小4なのか、はあ、でも私7年も経ったのか小4から。やば、あれかも、なんか高校生って早いかも、中学生小学生よりも。中学校と高校って3年3年で変わらないけど、なんか高校って進むスピード早い気がする。楽しいからかな。課題も最後まで悩むしね。そう、課題もそう全然できてなくって、この休みで頑張った。キヨ兄さん、アジサイ、あ、15分アジサイ、50人だって。アジサイありがとう何、船があった頃、公演終わりに東華さんいたら、古典終わる時間だったわ、悲しい。古典、古典、豪奢天国。今日もね、そう、道も車がいなかった、歩けた。なるほど、東華さん、東華さん。私最初さ、なんかお祭りって基本さ、まあなんとか祭とかっていうからさ、東華祭だと思ってたら東華さんなんだろうな、東華さんなんだね、びっくりして。私東華さんの、あのなんて言うんだろう、を知ったのはリア中から聞いた。リア中は広島の子だからさ、そう、今度東華さんありますよねって言ってスタバンバーンドーナツやらを2回連続で注文したぞ。
美味しかったんだね。それはバナナドーナツはまだ食べてないな。みんなちゃんこんばんは。こんばんは明日あずみんとスペイベのボウリングなのに台風で行けない可能性出てきて、ええボウリング当たったのすごい。そうなんだ、おめでとうございます。そっか、行けない可能性出てきたの、そりゃやばい、ね、台風すごいもんね。はあ、はあ、そうなのか。うわー大変だ。いやー、行けるといいけどね。なるほど、あれだね、なんかいろいろ止まったりしてるから行きますようにね。ボウリング一緒にできるって普通にね、レアすぎるよね応募に貼る写真もかなり悩んだらだろうね。そう、応募、あ、今度さ、あれじゃない、なんかまだまだ先のことになるけど、オーディション書類送った日とかの重場目でさ、送った写真とかさ載っけてみるオーディションに送った写真みたいな、まだ残ってるよ。なんならあの SKE さんを受けさせていただいた時の写真も残ってる、今度見てみるでも12月だけどね。乃木坂公式ライバーのオーディションも興味ありました。多少はやっぱり乃木坂好きだからあったけど、あれだね、 STU に入りたかったからそう、ちょうどなんか STU の終わなんだ、最初の辺が乃木坂の書類受付とかの辺じゃなかったっけな、確かそんぐらいで被ってた気がするけど、私は STU にしてた。そう、入りたかったから。よこせ瀬戸内へ。瀬戸内へ、ありがとうございますね。なんか海なし県だし、瀬戸内からだいぶ離れてる岐阜だしさ、そんなとこから来た私のこともね迎え入れてくださるって嬉しい。本当に応援してくださる方ありがとうございます。期待に応えれるように頑張りますよ。マックのドライブスルーかな、手洗い行こうとしたら岐阜名物のマック渋滞ハマったぞ。全国どこにでもあるか、マックはどこもあるね、広島もあるねマック美味しいもんね。こんばんは。僕は若い時は何の、あ、獣道か、獣道が裏回もまっしぐらでした。青春はありませんでした。青春なかったか、あら獣道ね。なるほど、なんかニュースじゃない、テレビで見たことがある。ニュース見てた、名古屋東京の新幹線止まってた。わー大変だ、そりゃ大変だ、やだね、止まっちゃうとねどうしようもないもんね。こんばんは、こんばんは。最後の担任覚えてるのすごいね。え、覚えてる覚えてる、小1からずっと覚えてる。小1あの人で、小2が担任と副担任がいて、で小3があの人で、小4があの人で、小5あの人で、小6あの人。お、全員覚えてるかも私。うん、フラッシュスペシャル買ったよ。ありがとう、見てくれた私頑張った。こんばんは、こんばんは。牛タン麺は3からに、あ、3からにしたんだ。5からは次の日膝がガクガクするらしいからなあるよね、何からは何からは何々みたいな、あるよね、明日まで覚悟みたいなね。3からにしたのか、3からは辛くないよ、あれは辛くないです。5からから、4からからが本物の辛さ。こんばんは、こんばんはです。また来ました、ありがとう。毎日アイドルテロップ出たね、出た、やばい、5分も遅れてる待って、牛タン麺のアンケートに天下の奥田ユイニャも知ってるかって聞いと書いといた。どういうこと、何、生さん誰だ、去年まで歩行者天国やってなかったんだよなね、4年ぶりだっけ歩行天みたいな書いてあった。こんばんは、こんばんはです。ユイニャこんばんは、こんばんは。お、すごい、なんだこりゃ、結婚して、結婚してありがとう。こんばんは、今日は誕生日でした、こんな大雨は初めてです。ああやだね、大雨大変でしたね。まさやさんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーにゃまさやさんハッピーバースデートゥーユー。
リニアは岐阜の思い出ある祭りはあるか、これは言えない話か、思い出ある祭り分かんない、なんか毎年違うとこ行ってた、行けるタイミングで行けるとこ行ってたから。カイカイさん、お花ありがとう。こんばんは。僕は1960年昭和35年京都生まれ63歳です。1960年昭和3、昭和の方だ、あじ平成の方でも今も令和の子がいる。あ怖い。え、令和って今4年だよね。私が在籍中にめっちゃ長く在籍したらさ、もしかしたらさ令和生まれですって子も来るんじゃない。うわー、もう4年だからさ、まあ応募まであと8年とかあるか、最低の年齢まで8年いたらもしかしたら令和生まれの子が入ってくるかもでね。わあ、見たい。お、見たいの。お、結構見たがってる。京都生まれ京都育ち。お、私も岐阜生まれ岐阜育ち。明日はゆいなとボウリングのスペイベット楽しみだな。ストライク出したら褒めて、ね、あれ3期生は3期生はまだ参加できない。また今度ですね。見たいな。見てみる、見てみる。 SK 応募の時の見てみたい、見てみたい。 SK の時はこれでよく書類取ったなって思うぐらい不遂よ。今以上にやばい、超芋っぽかった。 SK はあれで本当に、って言えばあらかじめなんかそれもさ、他のオーディションも受けたのもあって経験があったから、なんか少し前から応募発表されてからなんか写真を撮ってたのね。だったけど SKE はその場で撮、最終日の夜にその場で撮ってその場で送った。しかもそれが友達と遊んだ後だから髪もぐちゃぐちゃでメイクもボロボロの状態で撮って、その場で撮ったからさ、それでなんで私ね受かったんやろうね。え、受かったんじゃない、最終まで行けたんやろうね。まず書類通ったのが謎すぎた。私通ったんだって思ってびっくりしちゃった。うちら今の写真をぜひ、やけどね、今のも前の前の確かにあんま送らないから。私京都の男は好きですか。京都の男、え、わかんない、どうなんだろう。京都いつか行きます。いつか行きます、好きになります。できれば地元の印象的な建物が写ってる写真をぜひ。こら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 、こんばんは、こんばんはです。いや、俺はマック渋滞が全国的か知りたい。広島もマックは混んでる。こんばんは、こんばんは。あの人、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 そう覚えてる。うまちゃん、静岡ありがとう。多分初見です。1960年は高度経済成長の真っ只中。ああ、はあ、あれだね、授業で受けるやつや。まだ生まれてない、全然。記憶力高いのアイドルでも役に立つね。ね、結構立つと思う。カスミンとか人の名前覚えるの得意だし。確かに3から辛くなかったでしょ。辛くないっしょ。こんばんは、まこんばんは、まあ、まあ、牛タン名のアンケート知らない。アンケートはね、したことないね。アンケートはしたことない。牛の実家は雨大丈夫？降ってたみたい。でも落ち着いてるみたい。大丈夫です。おめでとうございますね。お誕生日おめでとう。次は5からと思ってるけど、次はいつ岐阜タウン行けるのか。ああ、なるほどね。遠いと大変よね。はあはあ。3からはスープの味を楽しんで、その後味変を楽しむため。ああ、なるほどね。味変ね。私は最初から5から行っちゃう。で、スモヤシつい。全部食べ終わったらスモヤシ入れて、で上から酢を、おい酢をする。ありがとうございます。癒されました。こちらこそお誕生日に配信来てください。ありがとうございます。ちょっとね、雨だしテンション上がんないけど、いい誕生日になりましたか？ケーキ食べてくださいね。今日はやったら今日の出来事について書き込んでるに備えるな。あれ？あれ、このコメント主さんじゃないかな。誕生日おめでとうございますね。優しい。私のそう、応援してくださる方はみんな優しいの。あー、すごい、ありがとうございます。お歌の声も可愛いです。あー、ありがとう。令和5年か、4年だと思ってた。でも
ね、長くいたら10年いたら多分入ってくるよね、令和生まれの子に。やば、え、先輩平成なんですかって言われそう。やだやだやだ、令和生まれに何古いもの扱いとかがな、わあやだ、こんばんはこんばんは、おばちゃんおばちゃん扱い、わあやだ。ゲッタメの辛さ、並んでもらうのがベストだったと今になって思う。ああなるほど、自分の好きなように入れていくためにね。俺は昭和生まれ、昭和生まれ、あうちのお母さんも一応昭和の生まれだ。都市伝説は信じる方ですか？都市伝説はどうだろう、でも小学生の時とか信じてたかも。でも今はそんなに、今日なんかあれだった、都市伝説ではないけどさ、あのお祭りのやつ、屋台みたいなやつの中にさ、あれがお化け屋敷みたいな怖いのがあった。京都名の京都人たち、おお京都生まれ京都育ち、ここにもこんばんは。そうだったんやね、そうなの。リニア来月誕生日なら D 払いをおすすめするが、なんとかユーザー以外するか知らん。ほう、誕生日だとあれなんかな、写真変えたん、写真何の写真だ、ああ SK と STU の写真は変えた、そう応募のタイミング変える、素材の良さです、書類とたなのかな。なんでそんなギリギリの写真になったの、なんかずっと撮ろう撮ろうって思ってたけど、もともと自撮りとかしないタイプだったし、うん撮ると思ってなかったし、最初行くとは全く思ってなかったし、一時通った時点で、てか応募したのは覚えてたんだけど、覚えてたというか半分忘れてたかもしれない、忘れてたわけではないけど、なんて言うんだろう、なんかちょっとあれ、結果のメールをあれだった、すぐには見えなかった、2日後とかに、え、なんか結果来てる、なんのって思う、なんか結果みたいな、なんかこの度お受賞決定いただきありがとうございます、なんか一時審査通ったのでみたいな、ええって思って、そこお父さんお母さんに報告してね、その後にすぐお風呂に行ったのをなぜか覚えてる。個人的にさっきでゲンには一番可愛いと思ってる、照れてる、ありがとう、嬉しい、ずっとそう思っててください。なんで最初に残ったかって、それは可愛かったからだろう、言わせるなよ。ありがとう。いや私は自分でも謎だもん、びっくり、たまさんハートありがとう。ここだけの話、知り合いがユーニア見かけたって言っても、あそうなの、私見かけたの、どこで見かけたんだろう、私その辺にうろちょろしてるよ。その辺でうろちょろしてる。牛タン麺のアンケートの最後に感想とか書いてあったから、ユイニャって書いたとか書かないとか、それは書いた人だわ、それは書いてるわ。ユイニャは記憶力いい方ですか、どうなんだろう、興味あることはすごい記憶力いい、でも興味ないことは全く無関心。そう、でもあれかも、配信続けれとるのもあれかも、興味があるっていうか、好きだから続けて寝とるね。もし苦手だったら配信が絶対続けてないもん。誕生日のデニーズもとか、あデニーズね、久しぶりに聞いた、こんばんはこんばんは。そのこと言ったら昭和生まれはどうすればいいの、昭和生まれはまあ大人の余裕。何の雑誌に載ってる、フラッシュさんに載ってます、フラッシュスペシャルの方に載ってます。こんばんは、ウィンクして。あれ OK、 今日の出来事について書くことなくなった、寝かきれ、寝たきれた、あらユニャンこんばんは、こんばんは。徳島生まれ、徳島育ちです。おお。ママが昭和生まれとバラして後で怒られない、大丈夫、今まで年齢を何回か言ってるかな、年齢から計算すれば昭和なことはわかる。ユニア辛いもの好きですか？大好きです。今日もお買い物に行ったんだけど辛いもの買った。
こんばんは、こんばんは。今月誕生日なんだが、 D 払いでお金が戻ってきて得してる。あ、なるほどね、 D 払いがいいのね。今日フラッシュスペシャル来たよ、ユニアンかわいいわ。ありがとう、受け取ってくれたのね。こんばんは、 N で、 N で。1週間お疲れ様ね。お疲れ様。こんな回だから撮るよね。わかんない。いやー、あの写真はなんで通ったんだろうっていう感じ、本当に。で、実際にお母さんに送った写真を見せたことがあるのね。こんなの送ったんだって言って、お母さんもなんかよく通ったねみたいな、なんか別になんか、はあ、これなら通るわって感じの反応とは逆の反応されたから、多分他の人から見てもよく通ったなって思うぐらいの写真だった。なんか前髪ひどいし、髪もあもあだし、メイクも全然できてないし、何だったんだろう。きっと写真にアイドルオーラ出てたんだろうね。そしたらいいな。こんばんは、こんばんは。その辺ってどの辺、今から広島向かうわ。その辺ってどの辺、広島県内。ゲタミのアンケートに、旅行食社会の春子さんがファンですと書いたのは認めるが、ほう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 、なるほど。こんばんは、こんばんは。アンケート通りの回答、アンケート通りの、ほう、こんばんは。そりゃ地理は覚え悪いかも。そう、興味ないことは本当に興味ない。でも一回ハマったらすごいハマる。牛タン麺から連絡来たらどんなリアクションしますか、どんなリアクションしますか。固まると思う。家族でみんな好きだからね、牛タン麺。こんばんは、こんばんは。うわー、こんばんは。でしばらく話すネタなくなるから、ああお久しぶりです。お久しぶり、お久しぶりか、お久しぶりか。やっぱみんなに見てもらって判断を、写真、いつかいつか見せたいね、オーディションに送った写真。送った写真に、SKE さんを受けさせていただいた時は確か髪型がハーフアップだった。で、 STU さんを受けさせていただいた時は、STU 受けた時が普通に下ろしてた。で、髪をちょっと巻き巻きしてた、確か。ユニャンがスマホスタンド落としてパニックってる写真をオーディションに送ってほしかったわ。冬分さん、ハートありがとう。こんばんは、です。ユニャン、どうしたの？チリは？何？興味ないとかかな？のね、そう、興味ないです。応募なんで SSR 送らないのよ。ね、そう、わかんない、その場で撮っちゃったからもう時間がなくって、ギリギリで送った、本当に。こんばんは、かわいい、ありがとう。ゲタン麺久々飲んだ、一口目が美味しかった。一口目がね、やっぱり一番美味しいよね。何歳ですか？16歳です。短所、欲しいなっちゃった、欲しがりも。記憶力悪くて3期生はユニアしか覚えてないですけど、マジか。マジか、マジか、覚えてないのか。あ、頑張って頑張って、あいう順に覚えていこう、アライリアちゃんから。でも俺は高山ラーメン育ちだから、牛タン麺は薄く感じるかもな。あー、なるほどね。私は高山ラーメンも食べたことあるけど、牛タン麺の方が馴染みがあるかも。牛ちゃん、ゲーセン命、そう、ゲーセン今日もいたよ。今日もいたよ。こんばんは。書類審査で意気込みとかはどんなこと書いたの？ STU 受けた時は意気込みどんなこと書いたっけな。でも知ったきっかけとか書いた、確か。私 STU を知ってこの曲が好きでみたいなの確か書いたはず。私牛タン麺820円だった、今時のラーメン高い感じがする。そう、牛タン麺値上がりしたんよね。ちらちら、こんばんは、こんばんはです。ユニャンの馴染みのラーメンはスガキ屋だと思う。あ、スガキ屋は
保育園の時よく食べてた。でもあれかも、こっち広島来るちょっと前もスガキは食べた。そろそろゲーセンの店員さん認知されてそう、されてるされてるよ。間を取って九条味噌ラーメン味じゃなくて1、ああなるほどね、1ね、ほうほうほう、九条の味噌ラーメン、え、私食べたことないかも。あ、なんか見てる人多いね。なんだコメント追いついてる、そう追いついた、あれだけチョコ取ってたらね、そう認知されてたそう認知されてしまう。いやもうネタないから、ネタないのないの、あらコメント追いつくなんてね、頑張って追いつけた。こんばんは、こんばんはです。クラコン、クラコまだ見れてない、見たいね、見ようよ。あーでも明日することあるし、明後日もすることあるし、あーいつ見よう。うん、あ今日って金曜日か、明日土曜日か、うんうん、いいな、ボウリング、ボウリングいいな、ボウリングしたいな、でもボウリングよりもカラオケしたいな。はい、課題やろうよ、課題やるか。目がしてる瀬戸内の子もゲーセン好きですね、なんかあげてたよね、見たよこんばんは、こんばんです。もしかしたら同じゲーセンに行ってたりするかもだよね。別の今日って今日は2か、うんうんうん、うん、明日、明後日は公演がある、明後日の公演で、来週の7日が私ホームルームだね。ねえねえ、いつになったらさ、あれ3期生ってさ誕生日入るのかな。まだカレンダーにさ3期生の誕生日入ってないじゃん、いつ入るかな。今見たけど入ってなかった。やっぱり湯のボウリングどこ行ったか、行ってたか聞いてもいいか。岐阜でボウリングほぼ行ったこと、ちょっとしか行ったことないかもしれない。全然ボウリング行ったことなかったね。うん、ツアー楽しみですね。パフォーマンス頑張ってください、頑張ります。ゆの誕生日より早い3期生おる2人います。4月に、カスミンが誕生日で、で今月6月がヒーターの誕生日です。たった今大阪申し込んできた。え、本当に待ってます。大阪浴衣だからね、ね浴衣何色でしょうね、楽しみにしててください。母さんフラッシュ何冊買いましたか。お母さん見てる、何冊買った。もし次のスペイウェアあったらファンとどんなことしてみたい。どんなことしてみたいかな。でもボウリングは私予想外だったスペイウェアなんかあるかな。なんかそうやって言われるとなんかね思いつかない。スペイウェア、他のグループさんとか過去にST48 って何をしていたんだろう。なんかあるかな、なんかあるかな。ちょっと考えてみよう。あ、お母さんから返信来た。1冊買って、あとデジタルも買ったらしい。お話し会は基本名前は言わないタイプですが大丈夫、 OK です、 OK です。でも言ってもらえたら覚えやすい。こんばんは、こんばんは、チラッ、言われてみれば確かにもう誕生日入ってもいいくらいよね。ね、そろそろ入るかな。七並べコイン使わないから2万くらい貯まった。はよね、七並べもいつからでしょう。昇格してからどうなんだろう。 2.5 期生さんどうなんだろう。
見てみよう。いつから入るんやろうね。悲しい。で次の月はどうかな。もうやっぱ7月入ってない、悲しいです。いつ入るかな。見てみます。あ、でもそうなんだ、9月のところであれ、来島優香さんが、くるくるさんが入ってらっしゃるから特に昇格とかは関係なさそう。3期生はいつ入るかな。ここがなんか割れてるいつ入るのかな。 2.5 期生さんも入ってました。明日が新しくなった時に誕生日も反映される場合ね、確かにそのタイミングかもね。ボーリングスコアはボーリング全然したことない。最後にしたのはあれ、言ってたろう、最後にしたのは中学生とか高校入ってからボーリングしてないから分かんないな。でも私ひどいもんよ、全然上手じゃない。カレンダー誕生日についてはマネさんに言ってみては、嘘みたいだけど忘れてるってことがあります。なるほど。タマさん星ありがとう。来週のセトチャレに3期生出るね。印刷お母さん配らないんですか。配らないらしい。ゲーセン貸し切りでクレーンゲームし、わっ、それいいかも。スペインでゲーセン貸し切りでクレーンゲーム、うわー、それいいかも。めっちゃいいやん。スペインで、わーいいね、それゲーセン貸し切りでクレーンゲームめっちゃいいじゃん。あ、お母さんから周りみんな買ってるから一冊だけらしい。配るも何も周りももう買ってるらしい目に毛が入る。デジタルか現代だな。ね、デジタルも買うって完全にユイナオタクですね。そう、なんか家の一角っていうか一つのスペースが私のグッズがなんか飾られてる写真が送られてきたよ。お母さん岐阜の私の家にも一冊くださいな。一冊、いえ、収穫関係あるのは生誕祭の、あ、それだけなのか。こんばんは、こんばんです。マーサボールなのかエーシングランドのボーリングかどこなの。全然行かないからわかんない。こっち来てからも行ってないし、ユニアの優勝確定だそうだよ。クレーンゲームはもう優勝、今日も行ったし、今日はぬいぐるみ3つ取った。今日はお菓子珍しくやらなかった。なるほど、なんでお母さんと会話してるんだね。フラッシュスペシャル買った、本当ありがとう、ヤッホーヤッホー。お腹に宿った時からユニャン推しらしい。今後何年かしたら奥田家の壁一面ユニャングッズまみれになると予想。ありそう、ありそうっていうか、なんかお母さんがスペースがあまり今大きくないのね。でなんかもう飾るスペースなさそうみたいなさ、そう言ってて、で私はその時に LINE でその写真とメッセージを送られてきたんだけど、だから私の返信はもうどっか一つの部屋自体をそうやってオタクグッズにオタク部屋みたいな風にしたらどうって言ったら、それいいねって言われた。どうしよう、次帰ってた時に部屋一つが私のグッズばっかだったらどうしようどうしよう。三脚持ってる、三脚はね、なんかこの三脚ってこれで合ってるのかな、これペンライトのやつが三脚。こんばんは、三期生アバター一つも当たらなかった、あら辛い。我らにもボーリングあったな。そうなの、わかんない全然ボーリング。ぬいぐるみ3つ取るのにいくら使うの。今回は45だ、ランキングを読まなきゃ。今回はいくらかな、老害屋のタイミングでしたから2000とかかな。で3つ取った、45分、そろそろ読みましょう読みましょう、ランキングを。よし、行きます。今日はそう、昨日ね部屋の片付けをしたからボードが近くにあるってことでボード叩きます。行きます。今日は6月2日、
16位なのか発表します。16位、ももさん、ありがとうございます。次15位、海外さん、ありがとうございます。次が14位、たかしアットつまみさん、ありがとうございます。次が13位、ドグラさん、ありがとうございます。次が12位、トラサボさん、ありがとうございます。次が11位、長子さん、ありがとうございます。次が10位、トマトさん、ありがとうございます。次が9位、ブレイクラインさん、ありがとうございます。いきます。16位、かいかいさん、ありがとうございます。15位、夏のパン祭りあとお勤めみやパリカネッセタスタタスカルワさん、ありがとうございます。次が14位、トラサボさん、ありがとうございます。次が13位、長子さん、ありがとうございます。次が12位、トマトさん、ありがとうございます。次が11位、ブレイクラインさん、ありがとうございます。トップ10に入ります。いきます。じゃあ10位、キヨ兄さん、ありがとうございます。なんか画面がカクカクしてる。充電できてるよね。大丈夫大丈夫いきます。9位、スプマンテさん、ありがとうございます。次が8位、ドグラスさん、ありがとうございます。次が7位、うまちゃんアットヤミーズ&おつまみーさん、ありがとうございます。次が6位、ラベンダーさん、ありがとうございます。トップ5、5位以内いきます。5位、なるみアットさぬきうどん大学卒さん、ありがとうございます。次4位、やましんさん、ありがとうございます。トップ3、あ、すごい、見て見て、トップ3が全員おつまみってついてる。わーすごいすごい。いきます。3位、たかしあとつまみんさん、ありがとうございます。すごい。2位、やおとんあとつまみんさん、ありがとうございます。すごー。では今日の1発表します。6月2日金曜日の夜配信1発表します。いきます。今日の1位はたまあとつまみさんです。ありがとうございます。すごい、3位内が全員おつまみ、すごい。たまさん1位、ありがとう。そしておめでとうありがとうございます。すごい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 。わー、なんか、え、あ、テロップ忘れてたね、今日。わー、終わりの終わりまで気づかなかった。あらら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 らあらら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 、あらららららら、配信お疲れ様、お疲れ様です。うん、最近ランキング読んでる途中で、なんだっけ、順番変わらなかったけどさ、そう、今日変わっちゃった。あら、悲しい。冒頭書くじゃなくて叩くように使うの大事。確かに確かに。今度から書いてみる。書いてみるのもいいね。書いてみるのもいいね。確かに言われてみれば、ボードって叩くものじゃない、書くものだわ余裕のあるおつまつりだな。あれれれれれあれれ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 、なんか話したいことがあった。あー、50になっちゃった。ローメールも送りたいし、うん、今日、昨日、今日はいろんなとこにお出かけして、お出かけ言うてもスーパー巡りして、調味料めっちゃ買いました本格的にいろんな料理を始めてみようと思い、あと私がよくコンビニで買うものなんですけど、サラダチキンが大好きで、サラダチキンって美味しいけど結構高いじゃないですか。だからサラダチキン買おうと思って、いろんな味のサラダチキン作りたくって、調味料昨日今日だけで10何個買った。うん、そう、調味料めっちゃ買ってきた。いろいろ買った。スーパー回ったりさ、そう、あのダイソーとかも行ってみたし、
いつか料理配信ね、料理配信前カナオカ誰かしてたよね、料理配信もしたいね。うん、料理ではないけどオーディションの時にさ、あれはやった、あのチョコでさお家は作った。自分で作ると多くなっちゃうよね。ね、頑張ろう。そう、浴衣祭り見た。浴衣祭り、浴衣祭りってなんだろう。体温注意には気をつけてね。気をつけます。鳥はねちゃんと火を通さないと危ないから頑張るよやばい、意外と時間がないってことで、この辺で配信を終わりますチョコは豊富にあるから、お菓子作りもできそう。お菓子作りもねめっちゃできる。そうよ、なんか作ろう。ってことでこの辺で配信を終わります終わったらちょっとなんか作ってみようかな。明日作ろうか、どうしようかな。なんか作りたい気分、いっぱい調味料買ったの。そうだからなんか作りたいなって思って。じゃあこの辺で配信を終わります明日もこれぐらいの時間かな、うん、多分やると思うのでよかったら来てください。ではそろそろ配信も終わります10日さん行きたいね、どっかのタイミングで。ではおやすみです。お疲れ様でした。この後メール送ります。ではね、バイバイお疲れ、おやすみ、おやすみ、じゃあね。